阿蘇美丁社町5丁目一旦ね、横浜駅まで向かうことになります。中途半端、中途半端で下車するとバスの本数が少ないって汚染がありませんでした。千葉の繁華街ですよ、はい、あ、私が欲しいもあるかないかですよ、それは繁華街であってもね、はい、
ご利用のお客様よろしくお願いします。じゃあどうですか。
ないんで、朝食べないかな。ちょっと、はい、まだ今飛ばしてから確かに。はい、ありがとうね、高橋さん。崎陽軒前です。本当に崎陽軒ありますから。参りました。そう。終着の横浜駅東口バスターミナルまで乗車降車専用です。こちらです。降車専用崎陽軒向かいになります。はい、横浜駅改札です。降車専用です。アライトオンリー横浜駅改札です。東口バスターです、ね、終点は横浜駅前ですが、案内は横浜駅前です。横浜駅東口バスターが終点。横浜ステーションイースト江口、わかります？イースト江口と東口のこと、東出口とかね、東出口。イーストエントランスは東入り口。バスターミナル。観光ルート。参りましたね、横浜駅東口まで。久しぶりだね。放射状で行ってしまう。はい、止まってから。ありがとうございます。終点です。はい、お待たせいたしました。東口バスターミナル終点です。はい、電話せください。お待たせください。ありがとうございます。前から、どちらから通るね。後ろから前から通る。降車せよね。もう待ってらっしゃいます。こちらのトンネルにね、乗れるバスに乗車いたしますけど、バスターミナル、何番乗車とか分かる。あ、椅子ありますか。バスを探しに行きます。バスを探しに行きます。105番。
行列をしてらっしゃいます。14時56分じゃあ私もね行列先発自発ねこの通り書いてますね。私は自発なんで山陽バスもっと見らないこの野郎、もっと横浜のね方式を見らないばね、ここに自発って書いて私は自発のバスに乗った。ここはね横浜駅の東口のバスターミナルです。どなたもね座って待っていません。私も立って待ちます。14時56分先発で、神戸人はねクソ分からずやです。何言ってもね無駄です。まだね50分だね。あちらの通り案内放送ありました。そちらの早くから10分後のバスです。全員が乗車さればね私はどうとなるか。こちらは総合です。
されたんですか。逆語系と思った系計画系と、はい、これを見ます。出発進行、半額であっても110円で6回乗ればもう十分なんでね、トータル。地下鉄と両方よりもね、バスならバスの方がいいですよ。こちら戻ってきますよね、ごめん。まずはね、トンネルとあと中華街のところ少し歩いて散策だね。少しでも東京でも少しでまたあったね、勝負のあれだ、お店閉鎖したような。本町県本目車小前駅でお待たせいたしました。どうぞ。本目車小前駅でお待たせいたしました。105系統本目車小前駅でお待たせいたしました。トンネルのところで105系統本目車小前駅でお待たせいたしました。お待たせいたしました。105系統本目車小前駅でお待たせいたしました。お待たせしました。ありがとうございます。食後系統本目車小前駅でありがとうございます。ご連絡します。ありがとうございます。食後系統本目車小前駅でありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。食後系統本目車小前駅でありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。食後系統本目車小前駅でありがとうございます。お願いします。あの先発のジャズの意味ね、まあ、あれはまずなかなかね行えたら言いませんよ。4番乗り場の連接バスが大きいバスだったんですけど、はい、ありがとうございます。今日乗る前に運転手に聞いてください。はい、わかりました。ありがとうございます。報告者の前に早く到着しますね。私はね、ご乗車ありがとうございます。バスで儲けしてくれますか。15時6分発横浜市営バス105系統桜口駅前和田町駅本目車小前駅です。恐れ入ります。発車予定時刻まで1分ほどお待ちください。桜口町、元町線です。本目車小行きでございます。
シアリーもあります。車内邪魔そうでしっかりとお使いください。発車します。お使いください。高架版開始、高島町停車いたします。車輪に分かれた車内出ますのでしっかりとお使いください。危険ですのでバス停に停車して扉が開くまで立ち上がらずにそのままでお待ちください。お忘れ物、ホトチボタ太陽、ホテマリカブにしてください。降りの際は足元十分ご注意ください。扉開きます。高島町でありがとうございました。よろしくお願いします。
お待たせしました。車種バランスをお伝えください。ご苦労。お待たせしました。車種バランスをお伝えください。ご来ます。安全のため、扉が開いてからお立ちください。はい、吉山橋に停車いたします。危険ですので、バスに停車して扉が開くまで座ったままでお待ちください。止まります。前方停止信号です。止まります。バスは中華街の近くまで来ましたね。石川町駅。お待たせしました。発車します。こちらの客様はしっかりとお使いください。ご苦労。近ですので、バス停に停車して扉が開くまで席を立たずにお待ちください。お忘れ物、落とし物何を確認してください。ご利用者や仕事隙間が空いているのは十分ご注意ください。開きます。吉山橋です。ご乗車ありがとうございました。お待たせしました。本木車庫前行きです。ありがとうございます。お待たせしました。105ゲート本木車庫前行きです。ありがとうございます。ご乗車ありがとうございました。発車します。扉閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。今年のお客様はしっかりとお使いください。お疲れ様です。まもなくトンネル通過です。停車いたします。扉が開くまで席は立たずにお待ちください。男性もの落とし物何を確認しますか。ご利用際は仕事十分ご注意ください。扉が開きます。元町です。ご乗車ありがとうございました。トンネル通過いたします。ありがとうございます。お待たせいたしました。ご利用際は仕事十分ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。恐れ入ります。お乗りになりましたら、一歩ずつはカフェのまで進みください。車内大変混み合っております。申し訳ございません。順番にはカフェのまで進みください。ご利用ありがとうございます。ありがとうございます。お乗りになりましたら、立ち止まらずに中ほどまで進みください。ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。一歩ずつ中ほどまで進みください。ありがとうございます。ありがとうございます。105系統本木車庫前行きです。ありがとうございます。お待たせいたしました。お先に中止めが閉まります。105系統本木車庫前行きです。ありがとうございます。お乗りになりましたら中ほどまでお進みください。客が着いた本木車庫前行きでよろしいですか。乗車いたします。扉閉まります。閉まります。お待たせいたしました。こちらからいただきました。発車します。お捕まりください。乗ります。お捕まりください。次は麦田町でございます。進行中事故防
急輸送で扉が開くまで席を立たずにお待ちください。お忘れ物、お年元管理をお手長に確認してください。ご利用さえ足元十分ご注意ください。福田町で扉開きます。ありがとうございました。到着です。閉めてみましょうか。失礼いたします。停留所ね、行きますと静かに。あれ観光地はね、なんか人の頭映してるものなんで、まあ、中華街もいいですけどね、確かに。あ、ちょっと まずは、ね、トンネルのところ3個目のね、今日はあれは公園でしょうか。前になりました。バスなどでもね、観光客が疲れますよ。トンネルの こちらが市電のトンネルの元町トンネル跡地です。橋はあちら側に何かあるようです。通行は可能です。通行は可能です。なんとか何なんとか橋覚えないといけませんね。チャイナにね、朝鮮にバカチナ、バカ朝鮮、ああもううざいですね。と落ち着いてるかと思いました。やはり、ね、観光客はねバカの集まり、インバウンドね、私も、ね、見ていますけどね、もう団体でね、うざいんでね。自然のトンネルね、歩けますからね。なんか何分かかるでしょう。でね、中華街行ってもね、人の頭だらけでしょ。少し落ち着いていましたから、団体ね見ますと、もううんざりです。それでもテレビでも芝居と観光な観光してもらうです。それはもう普通なんだよ。
ね、一テール以上超えると落ち着きますからね。そこの点が違うよ。あちらですね、あちらがあの橋です。自然のトンネルとは全く別ですけどね、こちらの橋です。あれもアールデコ町の橋ですね。アーチの橋いいですよね。見えるんですけど、これひんやりとしています。通過するのはあちらのトンネル通過してね、元町方向に出ますけど、ここまではね観光客なんか来ないんですよ。橋とこの橋と、ただ橋の名前ね思い出せません、何の橋か。こちから見ますとこれは立派ですよ。重圧でいいんじゃないですか。悪くありません。凍結中。上り線のトンネル。市電が地域でしたね。た時は両方だったようですけど。こちらがトンネル、自動車専用の非対駅専用トンネル。こちらが登れるところね。そうなんですけどね、登り口あればね登りたいんですよ。こちらから登れますね。あちら根岸線です。こちらから登れます、ね。
ましょうか。桜道橋です。こちらね、あの桜道橋まだまだ橋あるんです。3個目の私が見つけたところです。桜道橋ね。少しね難しいです。少し点読みづらいですが、この辺から行きます。桜道橋。じゃあ高台のね光景いいですよ。バスが停車してますね。バスが専用トンネル。私観光地道の方のね、思わないんでね、こういうところを見つけないとね、発見貢献できません。トンネル抜けて支店の後、近畿電車の後トンネル抜けて元町方向向かいましょうか。手すりあるね、気をつけております。これね、雨の日はこういうところ私行きますと転倒しますから良くないんですよ。綺麗なツツジですね。これはツツジか、ツツジじゃないですね。これThank you.
中華街のところを来まして、どの程度の人かで、まだね夜景見るのは少し時間早いんだね。やはりね夜景がねメイン、危ないね。あちら右線です。少し明るいです。目的のところと飛んでると全て訪れましたと思えばね、もう16時になりますね。16時ですね。シャーが一斉のガードです。本木通り、でもこれもね、一度になかなか飛んでるんじゃないでしょうか。バスよりはね、私の方が遅くなりますけど、トンネルね、トンネル抜けます。自然のトンネルが飛びです。トンネルの後の道路です。専用のレールで走っていましたところです。こちらは JR 根岸線、トンネルに向かっています。フリッカーが見れば50分の1に設定いたします。通行禁止かと思います。町の山手水道を通過しています。通過しています。
もなくトンネルの出口になります。今回昼のバスで行きたいところです。合計3箇所4箇所ですよね。支店をどんか訪れました。このトンネルは初めて歩きましたよ。ありません。明るいです。しますがまもなく通過する。違うから入り口がなさい。まあ私のねくだらない作品ですけどね、よかったら見てください。傾斜ですよね、本当にね、これね。なかなかほとんどの方はね、観光で来られても通過する程度なんで、ね、右正規行き101号系と右正規今度しています。中学口です。元町に参りました。こちらから北行き専用の横断禁止、危ないですね。市電保存会議、わあこれも混んでいますね。今知っています。これ元町に来ました。
ちらは空いています。中華街がまだ先でしたね。どんなくなった商店街です。すごくあります。明日これ、ね、看護客だらけなんで、ね、夜の方がまだいいですよ。そう、行くなら横浜、夜景がやはりね、夜景がそのためにね、電池ね、なるべく消耗しないように気をつけます。飲みたいんですけど、マイバスケットね、どこかにあればいいんですよ。マイバスケットはどこでもありますから。乗車できるバスはね、どれでもいいんで乗車すればいい。